食事制限だけ頑張ってもなかなか痩せにくい。そういったことに気づいた方は筋トレをやってると思います。今回は筋トレで物を使わずに最も痩せるビストロというのを紹介していきます。今回たったの5回しかしませんので、動画を見ながら一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、スクワットよりも効果的に痩せることができるピストルを紹介していきます。痩せるためには、やはり大きな筋肉、適度な負荷というのが大切になってきます。その中でも、スクワットというのは、両足で基本的に行いますよね。初級者、中級者の方は、物をあんまり使わずにスクワットをしていると思います。今回、そのまま物を使わずに、さらに効果的に下半身の強化、足首の柔軟性、体幹の強化ができるやり方になりますんで、動画を見ながらたったの5回、片足ずつ行うので、各5回、計10回のエクササイズです。一緒に頑張ってみてください。それではまず、ピストルができるかどうかのチェックをしていきます。まず、足を閉じた状態で、このままスクワットができますでしょうか？スマホは持っててもいいです。足を閉じた状態で、かかとが浮かないように座る。立つ。これができないとピストルはできません。ですが、初級の方向けのピストルのやり方も紹介しますんで、最後まで一緒にやりましょう。まずこのまましゃがんで、かかとが浮いちゃうよって方は、足首が硬いので、そういった方は、ふくらはぎが細くなりにくい。半長膝になりやすい。前ももが張りやすい。足が疲れやすいといったデメリットがあります。しっかり足首の柔軟性というのは大切です。一番ベストは足閉じてしゃがんだところにももの上に手をつく。こうではなくももの上に肘をつくことができる。かかとも浮かない。そういった方は優秀です。後ろに倒れそうだよーとか、かかとが浮いちゃうよーっていう方はちょっと足首のストレッチもしなければいけません。そして今回ピストル、名前の通り鉄砲みたいな形なんです。やり方は片足前に伸ばします。このまましゃがみます。このまま立ちます。これがピストルになります。これを片足5回ずつ頑張ってみましょう。もしそんな無理だよって方は、足閉じた状態から一歩前に足を出して、つま先を上げて、このまま3対7ぐらいの割合で体重を乗せて、しゃがんで、立つっていうことを5回してください。ちょっと難易度が高くて辛いですが、痩せたいよーって方はね、5回ほど頑張っていきましょう。立つ時に少し声出した方が立てれます。頑張ってみましょう。スマホ持ってる方は手を前に出してバランス取ってもいいです。持たなくていい方は手をブラブラさせながらバランス取ってください。それでは、いきます。5回。あと、しゃがんだら立つ。1、こういう感じでバランス取って、2、頑張って、3、バランス取って終了。ラスト、かかとが浮いちゃうと立てないと思います。5、 OK。 かー、片足でね、やるってことは体重全部かかっているので、体重のものを抱えてスクワットしているようなものです。すごい深くかかってます。反対も同じようにいきましょう。これ辛いって方はね、もう片足出してください。無理しない方がいいです。慣れるとはピストルで。反対いきましょう。いきます。スタート。バランスが1、バランスがいる。バランス取りながら2、3、バランスがいる。スマホ持ちながら結構難易度が高い。お疲れ様でした。今のね、足首の柔軟性がないとちょっと難しいんですが、片足立ちだけでも難しいですよね。
なので今から30秒ずつ片足立ちができるのかどうなのかっていうのをまずやってみましょう。片足立ちの状態で30秒間バランス取りながら動いてみてください。足が疲れている時からこそバランスが取りにくくなっているので、そこでバランス取れるってことはとても大切です。いきましょう、スタート。片足立ちでちょっとね、手足動かしてみて、自分のバランスの悪いように作った状態でバランスを取ります。足の裏をね、しっかりぐらぐら動かしてください。ちょっと膝曲げたりね、こういう感じで。そもそもバランスが取れないとピストルはできませんからね。よし、 OK です。反対も一緒です。スタート。このね、片足立ちができるかどうかっていうのはとてもね、体幹と足の裏の使い方っていうのが大切なんで、しっかりね、自分のね、バランスが取れにくく体を動かして、バランスが取れるかどうかを。こういうバランス取るのはね、運動神経がいりますからね。 OK です。お疲れ様でした。今の3種目できれば頑張ってやってみてください。これができてくると基本的なスクワットは割と簡単にできるので、フォームが安定しやすくなりますし、1日そんな運動してないよっていう時はね、これ5回だけでも本当にいいです。毎日5回だけでもね、いいのでやってみてください。でしゃがむの辛いよって方は足一歩前出したり、後ろに椅子を置いて椅子に座って立ち上がる、そういった感じのやり方でやってみてください。今回筋トレの中でも難易度が高く痩せるために効果的なピストルの紹介でした。頑張ってできたよ、できなかったよって方はね、グッドボタンとコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。